皆さんこんにちは。古生物のことが大好きなラーユです。今回は視聴者さんからのリクエストでアオルンをざっと解説していきたいと思います。それでは早速一緒に見ていきましょう。アオルンは今から約1億6160万年前のジュラ紀後期に繁栄した恐竜縄目、竜板目、獣脚亜目、コエルロサウルス類の今の中国付近に生息していた肉食恐竜です。西遊記に登場する四海竜王の語順にちなみアオルンと命名されました。ゲームズ・クラークが発見したアオルンは基盤的な獣脚類の手よりも派生的な非鳥類型コエルロサウルス類の手に近いとされていていますが、より派生的なコエルロサウルス類に当てはめられるだけの証拠となる恐竜派生形質がアオルンに存在していませんでした。それはさておき、コエルロサウルス類の中では小さめの部類に分けられる。アオルンの全長はざっと1メートル、体重は 1.5 キロほどでした。しかし大腿骨と頸骨の組織学解析とその他の特徴に基づき、いくつかの点や歯列のばらつき、生態では通常予想されない大きな眼窩は幼体で見られるような特徴から、アオルンは最大でも1歳ほどだったとされて、ホロタイプ標本は産卵直前期の個体ではないことが指摘されました。そのことで前方の上顎層がそのくぼみの大部分を占める上顎骨窩では後方の円にのみ鋸歯状構造があり、その構造は非常に細かく歯の先端に向かっている。頸椎はやや後凹である。錐体は前面で凸であり後方でくぼんでいるなどのいくつかの表徴形質は生態になると変化するかもしれません。今回のアオルンの解説はいかがでしたか？ぜひ感想などをコメント欄で教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。